岡野さん。いやいや、どうも、岡野さんじゃないですか。いやいや、ジュニアさん、嬉しいですか。まさか岡野さんに、こんなアシストしていただけるとは。いやいやいや、もう、アシスト専門のために生きてますから。いやいや、何をしてますから。ありがとうございます。ね、全ての下水の行き着く先、いやいや、岡野陽一です。ということで、すいません、今日は、どこのパチンコ行くんですか。パチンコ番組じゃないですよ。僕も一応交渉したんですけど、ダメだって言われて。そうですか。ちょっといつも通り、やっぱ、ちょっと。飲むしかないですね。飲みの方でということでございまして。ね、大丈夫ですか。めちゃめちゃ飲んで、はい、聞いてるよ。何ですか。吉住に真相を聞きました。ジュニアさん、ちょっと待ってください。俺はその本当の岡野さんを見たいんですよ。ちょっと待ってください、ジュニアさん。違うんです、違うんですっていうのもあれですか。もうちょい待ってください。それはなんか僕もいろいろちょっとだけ聞いてるとこあるんで、今日はちょっといくらも行きも行こうと思います。はい、ということで、はい、1軒目のお店もついてます。ほう、こちらでございます。地下錦さんということで、いいですね。おしゃれな感じで、ちょっと行ってみましょう。行きましょう、行きましょう。はい、どうぞどうぞ、こちらでございます。あ、ジュニアさん、はい、何飲まれますか。あ、俺じゃあハイボールいただきます。ハイボールから、はいはい、私はじゃあビールで。あ、なるほど、すいません。ねえ、いや嬉しいですわ。最近はどうなんですか、飲んでんすか。飲んでますよ。飲んでる、はい。誰と飲んでんの。僕でもやっぱザ・マミーの酒井が多いです。あ、やっぱ結婚したばっかりというのも。そうや、結婚して。そうなんですよ。え、奥さんもちろんあって。奥さんも、はい、何度か会ったことありますけど。ほう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 。じゃあさ、はい、もうそろそろ、はいはい、岡野さんもなんじゃないの。結婚ですか。いや、ちょっと踏み切れないというか。だって、いやいや、一緒には住んでるんですよ。いや、あんまする気はないですよ。一緒に住んでて。でもそういう好きですよ、もちろん。愛してますけど。あんな何タバコを吸ってもいいよっていう部屋まで与えていただいて。そうそうです。いや、めちゃめちゃ感謝してんす。そうやろ。なんかでもこのままの方が居心地がいいかなみたいなとこは。何年も。今3年ぐらいですぐらいでな、はいはい、聞いても結構前やもん。どうですかね。ちょっと待って、はい、暑いにやったらキャラ作りのジャンバーを脱いでええって。ほんまはこんなジャンパー着るタイプちゃうやん。いや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 、普段から、普段からなあ。ジュニアさん、じゃあキャラ作りのためってやめてください。キャラ作りやん。違います、違います。ほんまに清掃です。実はめちゃめちゃ上品やん。なあ、上品ではないですよ。なあ、めちゃめちゃ上品やん。今日だからちょっとこれも脱ぐとこ、こんなになっちゃいます、ね、あ、そうなんです。キャラ作りやん。いやいやいや、ジュニアさん飲みましょう。はい、あ、すいません、お疲れ様です。いただきます。あー、美味しいな。うまいっすわ。美味しいわ。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。チャンピオン、おはようございます。おはようございます。それではビスケットブラザーズです。よろしくお願いします。今夜のゲストはキングオブコント2022王者ビスケットブラザーズ。順風満帆なはずの2人が抱える悩みとは。そうや、はいはい、肉気やん。憎まれてはないんですね。でもまあ言うたら、はい、こいつらがいなければ僕らがいなければっていう感じではなかったです、はい、言わなくてもいいんです。残念ながら。そう、分かんない。めっちゃ1枠減るんだから分かんないじゃん。でも、はい、俺の感覚やけど、はい、純潔全部見て、純潔やったら言ってたよな。いやいや、それめっちゃ言ってくれますけど。純潔やったら、はい、凄まじかったですね。すごかったな、はい、あんなことなんねんな。緊張してはりましたもん、めっちゃ。確かにね、はい、あ、っていうことですね。いただきます。いただきます。チャンピオンですから。チャンピオン、もう、何ヶ月チャンピオン。10ヶ月ぐらいですね、はい、もう、はい、新しいチャンピオンがもうすぐ生まれちゃう。そろそろ、はい、そうですね。もうあんのか、ああいう感覚もあんのけど、ちょっと解放されるのもいいなっていうか。最高得点で優勝してしまって、こう自分は天才なのかもなっていう感覚に陥って、太ってんのに結構喋りのトーン落として結構肩崩してたんで。反省すればいい。そうです。劇場とかでボソボソ喋るようになっちゃって。はい、はい、結構陽気な人間なはずやったんですけど、なんかちょっと肩崩れてもうて。はい、解放された方が。そうなんや。そうですね。え、どうはほんで東京バラエティー、はい、いろいろ回って。いや、そんな。そんな。なんやねん。今大阪ですの。大阪してます。大阪から来てんの。はい、はい、大阪からです。じゃあみんなこぞって行ったんやん。はい、行きました。はい。いや、なんか割とこうずっと一緒にやってた日本の社長ロングコートダディさんとかマユリカとかが結構バッて行ったんで、僕らがこう大阪じゃあ支えるわ1年みたいな、こう若手の
リーダーとして支えるわって言って、ビスブランドプロジェクトとかやって1年間大阪支えますみたいなライブをやったんですけど、盛り上げます。満席1回もなってないですね。チャンピオンなのに。ほんまに天才なんちゃうの。いや本当にカリスマなんちゃうの。死んでから系でしたね。死んでから豪華系でしたと信じてます。絵画、はい、とか、そうですね、酒の量増やしたりとかもいろいろ、はい、死んでから系の強化されるために、はい、そうなん、甘いもんいっぱい食ったりとか、その死んでから系の正直こう優勝した後の自分は全部手に入ると思ってたんですけど、何も手に入らなさそうな状況が今そんなことないやん。めっちゃ苦戦してるわけじゃないけど、しっかり選ばないと、はい、まあ、時間かかりそうやなとは思います、ね。はい、どういうことよ。ここに手を置いて喋るのだけやめてよ。天才の位置になんかね計算してそうな。例えばチャンピオンになりました、はい、たくさんの人に知ってもらいました、はい、じゃあ大阪のロケ番組レギュラーでとか、はい、あるやろ。それはいただきました。いただきました、はい、ならたくさん大阪の方にも愛していただいて、はい、うん、めちゃくちゃ愛していただいてるって割とこう男性の方が、まあそうですね、多くて、はい、割と女性の方の方が劇場は見に来てくれはる。若手の劇場が多いじゃないですか、はい、絶対数がちょっと、まあそうですね、はい、今多くないんで、どうやったら人気者になれるかな。じゃあさ、こんなことじゃめちゃくちゃやけど、優勝コットンでよかったんじゃん。やめてください。むちゃくちゃ全てを奪うじゃないですか、はい、そうなったらほんまにそんなことならそんなことならじゃないんですよ、はい、ちょっと勘弁します。なんなん新規臭い。いやほんまにそうです、そうですね、はい、いやいやいや、素晴らしい、バラ色の今生活を送ってます、はいはい、まあ、給料とかもほんまにもう全然、はい、めっちゃ変わりましたし、はい、その出番もさ、はい、例えば NGK 出たりしてんの。出させていただきました。 NGK なんて笑いの殿堂出られへんで。いやいや本当にそうです。しかもそこでコントさせていただいたりとか。俺だったら出たことない。え、断ってるとかでもなく、いやいやいや普通に、え、めちゃくちゃ出たいの。でも今なんて多分出られへんやろ。出れますよ、絶対出れます。いやいやいや、もう今のラインナップ見たらチャンピオン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 で、ベテランの大御所大御所みたいな。ああ気づけばジュニアさん超えって感じですね。いや超えてない、超えてない。いやー最高です、本当この明るいうちから、ね、素晴らしい。ビスブラどうなん、酔い度は。僕はまだ、はい、大丈夫です。僕も 2割ぐらいです。結構いいペースで、はい、結構飲んでましたよ。めっちゃ飲む、僕は大丈夫です。あのこれ2軒目は、はい、もういつも言うてますけども、はい、洋酒なので。洋酒、我々が普段あまり、そうですね、いただかない洋酒、これが酔うね。いやいいですね、ね、行きましょう。ということでございまして、こちらでございます。2軒目はこちら、マーケットストリートさんでございます。シャレたい。ちょっとおしゃれなとこなんで、ちょっと入れるかが心配ですけど、行ってみましょう。お願いします。お願いします。だからジュニアさんの先頭に。こんにちは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 。岡田さやかです。よろしくお願いします。お願いします。今週のゲストは麻雀のトッププロだけが出場できる M リーグで活躍中の雀士、岡田さやか。モデル、グラビアアイドルとしても大人気の彼女が気になる恋愛事情を赤裸々告白。俺は初めましてですけど。初めましてでしたっけ。え、いや、いつもテレビで見てるから初めましてとは思えない。あ、それ初めましてって言うんですよ。素敵な入り。あ、おしゃれな飲み物が。私だけビールっていう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、お酒はどうなんですか、強いの。結構結構強い、はい、生まれるんですね。ああそうなんや。麻雀強いし酒も強いし。そうです、もう男前女子。そうです、ね、よく言われます。え、麻雀歴何年ぐらいですか。一番最初になったのが、あの中国のハーフなんですけど、中国に行った時があって、はあ、え、どっちが中国人。お母さんが中国人。お母さん中国人で、はいはいはい、で6歳の時にあの中国のお家でこうジャンタクがあって、よくやってました、向こうに住まれてたってことですか。向こうに、はい、住んでました、はい、今おいくつですか。今29です。じゃあもう20年以上。あ、そうですね、まあ、でもやってない時期があって、日本に来てから。で、久しぶりにやったのが多分21とか2とかで、そこからはずっとやってます。麻雀の強さって、もちろんその勇気とか、はいはい、あの引き際とかいろいろあるんでしょうけど、はい、一番大きい要素は何なんですか。胆力ですね。胆力、我慢。
胆力ってが我慢の力じゃない。あ、そうなんで僕が変なこと言ったわけ。合ってますよね。今合ってましたよ。焦った今。いや、たまって聞こえたから。俺急に言わないでしょ。たまたま、たま力。へぇ、そうなんや。そうなんです。ちょっと全然わからないけど、株とかにも似てんのかな。ここで我慢できるかどうかやとか。そうです、ね、下がってくけどっていう。そう、そう、近いと思います。じゃあ例えば男性お付き合いするってなって、麻雀できない人はもう無理とか。あ、全然ないです。それはない。でも一番嫌なのが中途半端な麻雀できる人っていうか、あの、いやごめんなさい、それ分かんないです。例えば私が試合打ってて、はい、あんまり麻雀やったことないのに、はいはいはい、すごいなんか反省会しようとしてくる。あそこはないよ、ダメ出し的なとか。あそこのウーピーはないよみたいなこと。あんまり麻雀できないのにできたら嫌だな。あ、なるほどね。それは嫌でしょ。そう、嫌ですね。だってね、全然、ね、もし彼女とかにあれはもっとアボケたらいいとか言われたら嫌じゃないですか。まあそうだね。同じか、そこは。でもなんかこんなん言っていいか分かんないです。なんか雀士の方と付き合ってました。ああ、そうですね。そうなんですか。え、それはもう世間に出てるやつ。僕なんかあの、はい、情報で見たんですけど、世間に出てます。もう付き合って別れたまで全部、はい。あ、そうなんだ、はい、よくいじってます、お互い。ああ、なるほど。これ一緒の宅になるというか。対戦するってことですね。対戦するんです。だってその、そうなんですよ。それ我々ファンはそこでどういう感じなんですか。で、対戦してその時に国士無双13面待ち上がったんですけど。それなんですね。その時だ、はい、伝説のやつは。え、なんですか、伝説の。伝説の役も上がったんですけど、なぜか私じゃなくてその元彼の方がすごい抜かれてたんですよ。その時の元彼の表情か。私とか向上した人でもなく上がった私でもなく、なぜか第三者になっちゃう。そうなんや。もう伝説的なことなんです、ね。あ、やっぱ知ってる。え、金をやんの。僕もルール分かるんで、その凄さが分かるんですけど、もう過去にないぐらいのことですよね。いや、もうないです、はい。あ、そうだ、はい、13面待ちは聞いたことないですね。この間ホールインワンぐらいって言われたんですけど、もうそんなレベルじゃないですよね。でもそうかもしれないです。そんなレベルじゃない。そんなレベルじゃないや。パー5のホールインワンより全然難しいなって。でも多分それを放送の対局で出すっていうのが、とんでもないことだと。初めてです、ね、元彼がだいぶ協力してくれたのかな。いや、こちらでございますよ。次は皆さん、岡田さんどうですか、酔いの方は。岡田さん飲んでるよ。めっちゃ楽しい。最高に楽しい。よかったよ、はい、じゃあこんなに楽しくていいんだなっていう。いや、毎回思うんですよ。そうですね、飲むだけなんですよ。楽しく飲むだけ、番組やろ、はい、最高です、うん、最高ですね。ということで来ましたよ、ジュニアさん。次の店、これ洒落た、こちらでございます。こうおしゃれなね、滝を取りましたけど、魚屋与一さんでございます。おしゃれ、はい、はい、こちらでございます。おしゃれな町で。あ、どうも、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今夜のゲストは俳優山崎裕太。子役から活躍してきた山崎の知られざる芸能界交友録とは。これ本当にね、3件目のゲストにはもう毎回申し訳ないなと思うんだけど、はい、だいぶ出来上がってるんで。本当に山崎さん、すみません、はい、本当にすみません。いや、すみません。じゃあもう、ジュネさん、ハイボール。僕もハイボールください。岡田さん、え、何を言われる。何でもいい。いや、日本酒美味しいですか。おお、いいね、いいね、いけいけ、腹がいいね、仕上がってるね。じゃあ日本酒とレモンサワー。日本酒とレモンサワーダブルで。ダブルで。あ、じゃあ僕もちょレモンサワーチェイサーでもらいます。僕もダブル。なんでここが張り合うの。レモンサワーがチェイサーで、レモンチェイサーでレモンサワー。めっちゃかっこいいじゃん。ちなみに山崎さんは酒強いんですか。なんかこういうの言うとめちゃめちゃ恥ずかしいんですけど、芸能界で一緒に飲んでて負けたこと一度もないです。恥ずかしい、恥ずかしいやつだ、これは。ジュニアさん恥ずかしいやつ。いやいやいや、これ言うた人二人だけ。誰ですか。川崎麻世。恥ずかしいやつだ。ちなみにあの麻世さん飲んだことあるんですけど、秒で潰しましたよ。山崎さんめっちゃ強いんだ、はい。
僕あの4月から実はお酒一滴も飲んでなくてやめてて。なんで？僕来年デビュー40周年なんですよ。40周年？いや違う違う違う。おかしい。若いじゃないですか。何歳からやってるんですか？僕3歳からやってるんですよ。へえ。じゃあもう群抜いて一番兄さん。ジュニアさんより。全然俺だって33年4年ぐらい。へえ。僕あのデビューが84年なんで。もうやばい。だから同期が、相川翔さんと。山崎さん。もう無理だってそれは無理です。やめてください。沢口靖子さんで、あとジョニーデップ。恵まれてないじゃん。ザキニーです。ザキニー、ザキニー先輩、すいません、ジュニアさん先輩。すげえ。それでなんでお酒やめて、であの35周年の時に一人芝居やる予定だったんですけど、それがコロナで中止になっちゃったので、来年リベンジで40周年でやるので、今ちょっと体を作ろうと思ってずっと4月からやめてたんですけど。じゃあ今日はちょっと番組のために、いやもう仕事なんで、今日はいいですか、僕は仕事優先してるので。飲んでいただいて、例えば今までそれはそんだけ40年芸能界いて、まあお酒飲めるようになって、20年ぐらい、そうですね、どれぐらいですか今までの一番飲んだというか。まあ体調にもよるんですけど、一番マックスはテキーラ8本とかですかね。8本テキーラ8本わかる、パイでしょ、普通、はい、そう、はい、あのこれできついのよ、一杯で。でもテキーラって我々もうお酒うわーってなるやん、はい、って思いがちやん。ほんまに美味しいテキーラって美味しいですもんね。あ、美味しいです。ドンフリオっていうテキーラがあるんですよ。おうおう、まあ、それドンフリオってピンからキリまであるんですけど、はい、高いやつだと1本まあ20万ぐらいするんですけど、それとかはもう本当に飲みやすくて怖いです、めちゃめちゃ怖い。いくらでもいけちゃうってことですか、まあ、ちょっとあのウイスキーっぽいというか、木の匂いしますよね。木の匂いしますね。ドンフリオはあるんですか？ないです。20万のやつ、20万のやつ。昨日もずっとテキーラ飲んでた。岡田さんも強いの？テキーラだったら結構酔わないです。そうなんや。じゃあ合ってんねやわ。来たよ、日本酒。ドンフリオ、ドンフリオ来てないんです。これは何ですか？日本酒です。日本酒。こんなおしゃれ。こんな感じで来る。おしゃれ。2人。はい。OK。2人ね。はい。もう袖がもう刺身もうずっとついてる。すいません。すいません。ジュニアさん、本当。じゃあすいません。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様です。はい。お疲れ様です。40年ってすごいな。え、今独身ですか？そうなんですよ。戸籍も純白で。あ、純白で、はい、だって僕の、1個上の世代だと思うんですよ。43歳の学年です、うんうんうん、それこそあっぱれさんま大先生とかでよくあの拝見してたっていうイメージなんですけど。いやだからそれはまあもちろんそうだけど、その後むちゃくちゃしてきたでしょ。確かに気になりますね。聞きたいです。あのね、はい、ちょうどええやんちゃ顔の男前やん。いや、めっちゃ一番モテんねん。わかります。危険な眉毛のところを出してますよね。これはやんちゃです。危険な人間。わかるよ。それどうなんすか、そこは。どの何をめちゃくちゃやってきたんですか。え、何を。まあ、じゃあまずは女性。女性ね。若い時やっぱり20代の時は結構遊んでました、ね、モテたね。絶対モテる。で僕は当時、今も仲いいんですけど、ダバンプの ISSA と本当ニコイチで遊んでた。ISSA さん、そんな2人もうやばい、最高じゃないですか。こんなことじゃもう世紀日本やん。